やどもナルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。イベント始まったんでちょっと急遽撮ってるんですけど、シルビアが登場するんですよ、ね、何しに来たんだ。今この段階で仲間になるんだっけ。よっはっもう決まってるじゃないの。私もついていくわ。あ、仲間になるんだ。命の大樹を目指すたびに、そしてじゃあしんちゃんを倒すのよ。おいおい冗談じゃねえ、いきなり出てきて何言ってんだ。俺たちの旅は遊びじゃねえんだぞ、うん、もちろん遊びでついていく気はなくてよ。旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわ。でもね、それと同じくらい魔物に苦しめられている人たちの悲しみにも出会ったの。私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして世界中の人々を笑わせることよ。でもみんなから笑顔を奪おうとする邪神ちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃない。だからあなたたちの旅の目的は私の旅の目的でもあるってわけ。それじゃあみんなこれからもよろしくね。あーでこれでシルビアが仲間になるんだね。シルビアね、最初めっちゃ使えるんですよ。多分神の代わりとして入るんじゃないかな。使っていくと思うな。やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。で、あなたたちとりあえずこれからどうするの？命の大樹への鍵となる虹色の枝、その枝を手にした商人を追ってダーハルーネの町に行こうかと思います。うん、なるほどね。でもあそこは港町、もう船に乗って海に出てるかもね。そしたらどうやって追うつもりかしら。そうですね、その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ、定期船なんかじゃあまりにも時間がかかりすぎるわ。いつまで経っても追いつけないわよ。助けてくれるんですよ、ここで。それじゃあどうしろっていうの。船で行けばいいのよ。自分たちで自由に使える船でね。そう、私が持ってる船ね。そう、シルビア船持ってるんすよ。シルビアさん、すごいわ。やっぱりただものじゃないと思ってたのよ。変わり方すごいな、ベロニカの。その船、お借りしてもいいですか。もちろんよ、仲間じゃないの。それじゃあ、私の船が泊まっているダーハルーネに行くわよ。ダーハルーネはここより西。さあ、出発。やったね。これドラクエ8じゃさ、船手に入れるのにさ、めっちゃ時間かかったじゃん。これはね、シルビアが持っててくれるからすっげー楽なんですよ。ということで、じゃあ船のあるダーハルーネに、進んでいきたいと思います。そうだ、ミツオちゃん、ダーハルーネまでかなり距離もあるし、これをあげるから使ってみて。あー、ここでもらえるんだ、馬呼びのベルって。なるほどね。前にサーカスの団長にもらったんだけど、ミツオちゃんが持っていた方がこれからの、旅で役に立つと思うわ。それじゃあ改めて私の船を取りに行くため西にあるアハミンドに向かいましょう。はい、了解です。ということで、シルビアが仲間になったんですけど、セイドの移りが強いんだ。ここね、なんか変えたいよな。まあとりあえず旅人の服なの。どこの鎧アクセあるか。あるな。オッケーオッケー、とりあえずなんかつけとこう。うん、で70。あ、じゃあまだ神の方がいいのか。じゃあ早速ね、馬使っていきましょうか。ダーハラ出現ね。オッケーオッケー、了解了解。そっちね、もうエンカウントせずに次のダーハルーネまで行っちゃいます。でレベル上げもしておきたいんだけど、次のボスが全然思い出せないんだよね。
ダーハルーネでしょ。ダーハルーネで防具とか揃えたいからな。今日結構撮影する予定があるから頑張っていきましょう。お昼までにね終わらせたいからね。今ねなんと朝の8時半で撮ってるんですよ。うっと危ない。ここでエンカウントするわけにいかない。ダーハルーネの町へ行かれるんですね。それは羨ましい。ダーハラ湿原はサマディとは大違いで雨が降る緑豊かな場所なんです。こことの差はびっくりしますよ。ほう、しばらく前にここに通っていた。はい、なるほど。私はアポロ。あー、はい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 、いいよいいよ、手紙渡しとくわ。しん、レシピもらえるのでかいよね。レシピはねもうしっかり取っていきましょう。オッケーオッケー。まあでもなこれ結構めんどくさいんだよな。何往復かしなきゃいけないんだよね。この先はダーハラ湿原。サマディ王国様の許可なき者はここから先へ通してはならぬ。持ってますよ。それはサマディ王国様の所管、国王様の許可をいただいてられるのでは通す。はい、ありがとう。洞窟あったっけ。マジで覚えてないわ。覚えてない。こんな感じだったんだ。何にせよね、2、3回くらいしか通ったことないからね。カニがいる。キラキラを見落とさないように行きましょう。おっと、カニがいる。レベルが15なんだよね、みんな。だから、次までにレベル17とかに上げておきたいんだけど、どっかでレベル上げしとかなきゃいけないんだな。キャンプ地、あ、キャンプ地ちょっと、セーブポイントにしておきますか。ここでさ武器変えるんだよね。ちょっとシルビアの武器ここで調達できんかな。槍は使わないんだよね。あ、君も探検使えるんだ。鱗の盾、レザーマント、うさ耳バンド、あ、まあいらんか。じゃあ休もう。ダーハルーネまで結構距離があるって言ってましたよね。パート2使っていくのかな。いや、このパートで行きたいって気持ちはあるんだけどね。よし、じゃあ行きましょうか。これ乗れないんだな。乗れるか。じゃあ馬ちょっとここで待っててくれ。こっからは歩いていかなきゃいけないんだな。あー思い出した、ここね。ここ洞窟なの。ここね結構宝箱あった気がするね。ほら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 、あれを取りに行くために、そう、あの蜂に乗るんですよね。じゃあ一回戦おう。じゃあこいつと、おりゃ、ここ結構時間かかった気がする。作戦が考え行こうぜ、うん、さてじゃあ行きましょう。くらいな。いきなり特技使うの君、ナイス。イオを使えるのはでかいんだよね。その攻撃は意味ありません。ナイスバギー。キロ強じゃあベロニカが強いのかな。よし、じゃあそのまんまこっち側に渡って宝箱しっかりと回収していきましょうか。スキルの種はでかいね。いいよ、種系しっかり拾っていきたいね。魔力の土で、こっち側はいけませんと。あ、いいね、便利だね君で。しっかりと回収していきますよ。雨露の糸、こっち側はいけないんでね。うー、通れるよね。綺麗な枝、うー、来ないで。オッケーオッケーオッケー。キメラの翼もここに手にはいいんだ。で、こっち側行ったから、うっ、お前急に現れるのはなしだぞ。さまよう鎧だ。助けこねえのかよ。ミスト、びっくりした今、バグったかと思った。ナイス。あ、やっぱベロニカの魔法強いな。ナイス、いった。24も食らうの。OK、お疲れちゃん。結構経験値もらえるね。ここ
から入り口来たから次どこ行きゃいいんだこれ。え、あーあっちか、ん違うわ、ここか正解ルート。んー下ろしてくれるんだ、よしありがとう。8あいるじゃんヨッチ。おや勇者様こんにちは。気分転換に気持ちよく歌っていたんだ。さあ僕の見つけた合言葉を教えてあげる。ね、あのさ、コメントでもらったんだけど、よっち村のクエストやっといた方がいいよってことなんで、どうしよう、動画にするかどうか迷ってるんだけどさ、もらえる報酬のアイテムによっては行った方がいいよみたいな感じで言われたんで、んーまあどうしようかな、いるかなよっち村のシーンってわかんないや。まあでも考えときますそれは。でもあのアイテム回収は後々行こうと思ってるんで、ありがとうございますコメントしてくれて。ああいうコメント嬉しいよね。さてあとはもうここのアイテムを取っていくだけなんだけど、ないね意外と。結構あれなのか、ちょっと待ってね。もう隅々まで結構見ていこうか、奥の方からね。アイテムの取り逃しは一番うざいから。あーやっぱ取れるんだ、こっち側は特に。おお結構いるな、マードハンド。レシピいいぞ。あーいいね、鉄兜系とかはすごいいいよ。じゃあこいつ倒すかもう一回な。時間的にまだ全然余裕があるからね。出たヘビ、ナイス。結構強いね。あやるやんベロニカ、いった強っ。ナイスお疲れちゃん。あオッケーオッケーオッケー、いよいよ。まあ今はとりあえずで満タンにしておこう。一通り今回ったから、あとはここら辺の回収するくらいかな。とりあえずぐるーっと一周回ろうか。ここら辺ありそうだけど、あないんだね。うんー、なんかありそうだけどない。いやないな。え？何にもないじゃん。あったあったあった。打ち直しの宝珠ね。うん。特になさそうかな。もう。うん。なさそう。じゃあちょっと上の方見ていこうか。こっち側まだ来てなかったはずだから、こっちが来たんだっけ。あれキラキラさっき取り忘れた。おっとおっと、ナイスナイステック、ナイステック。小さなメダルいいよ。うわー虎男、あ桃んじゃん。ナイス、結構眠る確率高いんだね。おぶち殺しちゃったか。女神とか覚えてほしいな早く。うわ強えな。防御もう一回変えなきゃいけないな。ベロニカレベル16でかいよ。なさそうだな。もうあれか、ここに1個キラキラがあった、あったあったあった、あれだけ回収しようか。じゃあやばい、くそまあいいや、これ終わって次ダーハルネの前からやるかな。ナイス、40も食らうのか、強いな。ナイス、強いよベロニカ。オッケーオッケー、回収と。
オッケーかな。じゃあここで終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。